パサールは東日本高速道路が高速道路のサービスエリアパーキングエリアに展開する商業施設である。日本道路公団の民営化によって誕生した NEXCO 東日本が管理する高速道路のサービスエリアパーキングエリアを沿線にたまたま存在するから利用するだけの施設ではなく積極的に利用したくなる施設になることを目的として施設の建設。 展開をしている。従来のサービスエリアパーキングエリアには出店していないデパ地下や駅中にあるようなテナントが多数入店している。2008年3月20日10時、京葉道路幕張 PA に1号店となるパサール幕張がオープンした。今後10年間に20カ所程度オープンする予定である。パサールという名称はパーキングエリアの略称 PA。 サービスエリアの略称、SA、リラクゼーションの頭文字、R を組み合わせて作った造語である。インドネシア語の、市場、スペイン語の、立ち寄るという意味も持つ。新しい商業施設型 SAPA、パサール幕張3、20オープン。ネクスコ東日本の SAPA が生まれ変わります。 東日本高速道路株式会社2008年1月17日付、道中商業施設第2弾、パサールハブ11月開業予定。今度は、和風モダンな施設に、東日本高速道路株式会社2009年1月22日付12、116時30分、グランドオープン、新たに6店舗が加わり、パサール三好が、さらに充実します。 東日本高速道路株式会社道中商業施設パサールモリアが来年春オープン商業施設と防災機能が一体化した日本初のサービスエリア東日本高速道路株式会社2013年7月31日付道中商業施設パサールモリアが3月19日オープン広域災害時の防災拠点として機能する 初めてのサービスエリア東日本高速道路株式会社2014年1月29日付道中商業施設パサール森屋が7月1日オープン旅先への期待が高まる憩いの森東日本高速道路2015年4月2日掲載10日閲覧ネバール君もお祝い常番堂 s a に商業施設 パサール・モリア産経ニュース2015年7月2日、掲載、閲覧、E4 東北自動車道ハスダサービスエリアが、令和元年7月29日13時に、オープン・ネクスコ、東日本最大級のサービスエリア誕生。東日本高速道路株式会社、ネクセリア東日本株式会社、2019年6月27日閲覧。ありがとうございます。